皆さんおはようございます。ダービースタリオンデイイン佐賀競馬場でございます。よろしくお願いします。お願いいたします。ダービースタリオンデイということで、佐賀競馬場からですね、本日1日をかけてダービースタリオン3の実演を行います。男児会馬券隊長の池男児でございます。よろしくお願いします。男児会よろしくお願いします。いやおはようございます。初めての方もいらっしゃると思うんですけども、このチャンネルをですね、普段から見ていただいている方はご存知かもしれませんが、私池団地という芸人でございまして、普段はてっちゃんの佐賀リベンジャーズという配信でですね、団地外馬券隊長を名乗らせていただいております。本日は一日よろしくお願いいたします。本日は佐賀競馬場、もう本日本場に来ております。で、本場でですね、競馬の名作ダービースタリオンのコラボイベントが行われておりまして、その一環としてですね、本日の佐賀競馬場の閉門まで一日中スーパーファミコン版のダービースタリオン3をですね、佐賀競馬場内で配信ブースから行わせていただいております。これすごいですよ、贅沢ですよ。まさか横で競馬をやってるのにここでスーパーファミコンをやるという超贅沢な配信となっておりますけどね、まあ、ご褒美と思って頑張りたいと思います。めちゃくちゃお安いけど、安定 C ダート20丸、健康、でも実績とかもないですけど、あ、でもさっき言ってたピンク色が3つあると。はあ、なるほど。じゃあこれでいきましょうか。せっかくね、教えていただいてるし、グレートローマンでいきましょう。はい、どういうこと、どういうこと、もう廃止、ダメや。ありがとう、元気にいてくれてね、リボンシトロンな、あ、待っててくれたんだね。今度こそはね、グレートローマン頼むよ。あ、お願いします。さ、それも言ってたよ、1年前も同じこと言ってましたね。おー、なるほど、これで、なるほど、出来上がったわけですね。なるほど、なるほど。あー、やった、リボンストロンの子が無事に生まれましたよ。あ、笑ってはるわ。あ、さあ名前よ、名前何にしましょう。あんまりね、このネーミングセンスってのがね、池団地はあんまりないのでね、よかったら見てる方ね、もう100人の方見ていただいてますけど、よかったら一番最初に今コメントいただいた方、この名前にしてくださいってなったら、僕その名前で大事に育てますんで、ユキノ。あの、大丈夫、あの、いや俺一発目って言っちゃったからあれだけど、セクハラにならん、大丈夫。はい、2投目、生まれましたよ。はい、名前をつけましょう。さあ今からですよ、今から一番最初にコメントした人の名前を、つけます。太郎さん、中金。じゃあ中金で一発目なんでね。逆よ、大丈夫ですか、お金破綻してもダメですよ。雪乃と中金どうするんですか。まあこっちかな、交渉率、まあ大事にした方がいいわな、最初のあれだし、うん、はい、あー、すげえ細かいな、あー、東京で、でも同じくダート単走強め理論、結構地道やな。あ、おめでとうございます。さあ皆様、お名前の時間でございます。あ、じゃあサッチーさんにしようか、池の段違い、池の段違い行きましょうか。さあ池の段違いで行きます、これは。はい、お、いい状態に仕上がりました。この分ならかなり期待が持てそうです、はい、来ましたね、はい、でこれで出走と、はい、で阪神のこれですね、はい、よし行こうじゃない。お、すごい楽しみ、乗り役、あ、騎手を選べるわけか、
劇場は大胆かつクール、元祖天才タイプと。これでいきます。お願いします。来ましたよ、一発目。雪乃来た。雪乃が来ましたよ。よし、雪乃は、お、いいじゃない。4番。あ、これで作戦を決めれるわけですね。じゃあ僕ちょっと逃げ馬が好きなんで、とにかく逃げろで行ってみましょうかね。さあ、これは僕は特に操作はないですね。今逃げたところ。はい、雪乃行け。はい、目が、あ、すげえ走ってる音が。雪乃がまた先頭、この辺りからこう、後続馬が前にやっております。残り600を切りました。最終コーナーをカーブしてこれから直線に向かいます。先頭は雪乃、各は横いっぱいに広がって振りとこの、あ、無理、すごいなアナウンサーって。行け行け、逃げろ逃げろ、頑張れ、耐えろ、雪乃頑張れ、よし、いいぞ雪乃、雪乃ナイス、素晴らしい、逃げ切ったやん、おめでとう、ありがとう。あ、すごい、ちゃんとオッズも出んねや、リアルやな。さあ、3歳新馬戦、こちら雪乃が見事勝利いたしました。すごい、勝ったよ。あ、ほら、ええー、雪乃めっちゃ稼いでくれるやん。めちゃめちゃ稼いでくれて、ありがとう。これで中金もあの売らなくて済みますね、これね。池の段違い。おい、やんちゃで困ってしまうぐらい元気いっぱいです。一番いい、池の段違い一番いいらしいですよ。よし、除外されんかった、あぶねー。さあ、ターナゲイン、このコメントも結構大事ですよね。雪乃、うん、うん、なかなかといったところか。さあ雪乃逃げろ、逃げてしまえ。お、雪乃好スタート、雪乃行け、いいよいい逃げ。逃げてしまえ。いくよ。いいよ。雪の。おい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 、あかんあかん。ああ、押してる。雪の。雪のどこ行くね。雪の、頑張れ。あははは。ダビスタ、ダビスタムズ、これが結構普通ですか。はじめこんなもんなんや。またむっちゃ荒れてる、生まれん万馬券出てる雪の。あー、また6着か。いや、むずいなサッチーさん。まあそうなんだろうけど、言葉はひどいって。とにかく雪の踏み台にしていろいろ学べばよろしいかと。なるほどね、まあまあ確かに確かに。しませんよ、そんなもん。なるほどね、これいい家でいいんですよね。あー、そういうこと、ここ叩きどころっすね。はい、あー、あ、おい、除外されとるやないかい。除外された後のこのまったりした音楽、いや、デンツデン。一回追い込みやってみますか。これでいいですかね。押さえて直線勝負。あー、だから東京よりも中山の方がいいかもねであったりとか。オッケーオッケー、いいよいいよ、大丈夫よ。押さえて後ろから行こう。雪乃が9番。さあ後ろから行って、まあ不良だけどもどうかな。不良ババで追い込み無理ゲー。
あれって出走前に見れたりしてたんですか？全然見てなかったお、上がってきた上がってきた上がってきたよ、雪の。え、雪の良くない？え、めちゃくちゃ上がってきたんだけど。雪の行け、行ける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 。え、マジ？行け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 。あー、行ったれたけど行ける。よー、久々の掲示板。おーおーおー、まあ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 、素晴らしい素晴らしい。これはいいぞ。雪のもしかして後ろからの方がいいのか。さあ頼むよ雪の。どこおる？4番の後ろか。いい位置じゃないですか。しかもね、騎手の方が差しが得意ということで相性もいいと。作戦の最初はね、どうしても逃げ先行で作戦してましたけども、こっちの方が掲示板乗りやすかったんで。お、いいよいいよ、上がってきた。あ、めちゃくちゃいいやん。行こう。見えた見えた見えた。さあ、行けろ行け、行ける行ける行ける。内から、おおお、すごいすごいすごい。させさせ、そうそうそう、そのままそのままそのままよ。強い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 。よしよし、ナイス。やっぱり先行逃げが有利。あ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。応援してくれてた、ね、来場の方もいらっしゃいましたね。嬉しい。 3.8 倍やったんや、めっちゃ人気あるやん。ありがとうございます。雪の来ましたよ。あ、皆さんももう雪のに愛着が湧いて湧いて。いや、湧くねこれ愛着。やったー、おめでとう。あ、めっちゃ稼いでくれた。あー、すごいすごいお金増えた。差しで結果出てるんでね。さあどうだ、いい位置だね雪の。いいよ、あ、いいよ、上がってきたよ。いいんじゃない。はい、5番雪の行こう。ちょっと早くない？いける、外から。いや強い、雪の、いけいけ、そのままそのままよ、そのままそのまま、いけ、耐えろ。いや強っ、え、外から中来た。やめろやめろやめろ、よっしゃ、雪の強っ。嘘やん、差しにした途端これ決まりましたね。このお馬の強いところが見えましたね。僕が育てた馬が一着になりましたよ皆さん。あー、いいじゃない、2連続優勝ですよ。雪の素晴らしい。そうよ、雪の強。そうね、佐賀競馬に来てもらおう、雪の走ってもらおう。強いわ、うわ、めっちゃ稼いだ、めっちゃ稼いだ、ありがてえ、ありがてえ、おー、ありがとう雪の。徐々に戻っていただければなということですね。ああ何を笑ってるんですか。なんか様子が変です。相当の日数がかかりそうです。とりあえず牧場に返した方がいいですね。何よね、まあ、しょうがないね、しょうがない。このおっさんもはっきり言わんとこが嫌ですわ。故障しましたって言ってほしい。怪我しちゃったよ雪乃ちゃん。雪乃でよかったじゃないよ。あ、やっぱ使いすぎないや。なるほど、こういう怪我のパターンもあるってことね。いや、雪乃ちゃんで勉強しましたよ、ありがとう雪乃。あー、え、あ、雪乃ちゃんからの依頼、雪乃 G1 馬に。ごめん怪我した、怪我してもうたわ。中銀、はい、させると。ここでいいですよね。はい、よし、
さあ、中金のデビュー戦でございます。出た。お、気合が表に出してるらしくないね、中金にしては。中金っぽくないね、あんまりそういうの見せへんタイプやけどな。さあ、どうしましょう。中金一発目やし、とりあえず先行で様子を見てやってみましょうか。アニメシーンさん、鼻差で負けるかな。ありえるよ、あいつ。さあ、雨は降ってますけども、どうだ。続いて中金も伺います。さあ、いけ、一発目。雪乃はね、デビュー戦を勝利に飾ってますから、一番人気ではないですね。どうだ。さあ、最終カーブ、最終コーナー、いける。お、いいんじゃない。中金いこう。中金強い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 ぞ。いけ、中金様。よー、中金強っ。3、4馬身ぐらい離して、おめでとう中金。素晴らしいね。うわ、中金かわいいな、目クリクリっとして。さあ、中金2レース目ですよ。あ、押さえて後ろから行きましたと。まあ勝ちでしょう。本当に。さあ、かなり後ろからやけど、どうなんやろ。どう、中金。あ、来てる来てる来てる。わあ、中金きついか。あ、でもいける。おーい、めちゃくちゃ強いやん。中金めちゃめちゃ段違いやん。すごっ。よし。マリモさん、びっくりし た, しちゃった。ちょっと、あの、僕が休憩行きたいのでコメントだから。無視するから。いや、無視じゃないです。見てない。ちょっと今から雪乃が走るんで。あ、雪乃走るの。雪乃が走ります。はい、雪乃来ました。マリモさん、ちょうどです。あの、 3番が雪乃です。3番、はい、走れる今ね。重傷で掲示板には乗りました。1回初めて来たよ。あ、初めて。初めて来た。あ、そうか。雪乃姿が見えんけど。雪乃、雪乃、雪乃。全然映ってない。どこにもいねえじゃねえか。赤だもん。全然どこにもいない。雪乃。あ、でもギリギリだったんや、掲示板。あ、本当だ。あ、頑張ったんだね。いや、そうなんですよ。ちょっと僕もそろそろ、あの、自分のレースがあるんで。あー、ちょっと待って。あ、そうか、もうそろそろですね。するんじゃないか。で、中金ですね。来た。はい、一番人気。ありがとうございます。すごい丸ついてる。ダントツ一番人気。いや、中金はちょっと強さがね、段違いなんでね、今のところ。これでかましていきましょう。さあ、どうだ。後ろからではあるけど、どう、ちょっと上がってくるの遅くない。さすがに遅くない、中金。来い。いや、ダメだ、チラッと見えてるだけだ。いや、見えたけど、あー、そうなんのか。変なとこでエコー聞いたな。出たー、雪乃一番人気。さあ、引退レース。雪乃ちゃん、引退するよ雪乃。いや、勝って賞金稼いでくれ、優勝してくれ。さあ、どうだ、どないよ。いいよいいよいいよ。12番雪乃、雪乃もうちょっと前の方がいいと思うぞ。雪乃、そこはちょっと危ないんじゃないか。雪乃もうちょっと、お、いいよいいよいいよ、そう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 、あ、いい、いい位置、いい位置、いい位置。
上がってきたね。そう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 。そう、行こう、雪乃。今までありがとう。最後、一着で引退しよう。一着で、行け、そのまま。いやー、雪乃、雪乃、雪乃、行け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 、どっちや。よっしゃ。雪乃疲れ。雪乃引退。もったいねえな。うわ、今の興奮した。まだいけるかな、雪乃。雪乃ちゃんも応援しに来てくれてる。雪乃どうしよう、これ引退って思ってたけど、まだゲーム界では表明してないからな。こっち思ってるだけで。いや、素晴らしい、おめでとう。断じない。さあ、そして続いて、ゆきのちゃんのおめでとう終わってからですけども、続いて中金のレースでございます。中金、これ勝利飾ってください。おお、強。さあ、5戦目でございます。これで勝てば4勝目、相当いい成績ですよね。さあ、行きましょう。まさかの中金が大躍進でございます。うわ、強っ、ぐんぐん上がってってる。強っ。さあ、行こうよ中金。強っ、中金強っ。はぁ、あ、やばい、あ、いけるわ。中金5戦4勝ダンジェイ中金。ゆきの、今までありがとう。ゆきの、引退。あ、ゆきの、ありがとう。ゆきの、お疲れ様。ありがとう。バイバイ。あっさりしてんな。こんなあっさりいくんや。まあ、しょうがない。あ、ゆきのちゃんが、池田さん、今までありがとうございましたいやいや、でもゆきの最後ね、頑張ってくれましたよ。はい、引退レース、素晴らしかったです。ということで、池の段違いが調教していきましょう。さあ、池の段違い、初陣です。え、抑えてるのにあんな走んの？ちょっと待って待って待って、すごっ。めちゃくちゃ流してる状態ですよね、言ったら。抑えて抑えて抑えて。でもこれでも抑えてるんですよね。能力が違うのか、そういうことですよね。わあ、行くわ。すげえ、雪の段違い、すごい。これ、こいつや、こいつで G1 制覇や。いけるぞ、いけるぞ。いやー、ダンジャー、イエーイ。強すぎませんか。よだれ出たわ今。はい、さあ、今始まって、いや、もうすぐで、5時間が経とうとしております。折り返しですのねさあ、どうだ。あ、前目につけてますけど、これ多分能力値的にいっちゃってるだけっぽいですよね。もしかしたら先行の、そういうことですよね。水量は全然違うやん。これ G1 いけるぞ。あれだぜ、いけるぞこれ。ちょ、早めに終わっちゃったらどうしようこれ。いやー、池の段違い、とうとう G1 挑戦でございます。笑いなしの除外があると。今までも笑えなかったです、僕は。さあ、行きましょう。はい、きたー、きたよ。
てるね。本当だ。池の段違いがある。ゴー、すげー。みんな、ほら、池の段違い。マジで嬉しい。見ました、見えました。ほら、段違い。ほら、池の段違い。嬉しい。レースのスタートだ。うお、黒い人。真っ黒い人が。うわ、すげえ。いや、あんだけ強かったんですから。池の段違い。いいよ。いいよ、いいよ。さあ、後ろから行くの。お、中道につけた。え、先行させた。あれ、追い込みのジョッキーさんと。そう、あ、そういうことっすね。でもついてってる。いいよ、いいよ、いいよ。池の段違い、行こう。さあ、行こう。ここから、どうだ。え、ちょっと待って、行け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 。うわ、マジか、マジか。嘘だろ、マジで。どこ行くん。知らせたんすか。こんなに違うんや。いや、G1 すごいですけど。初重賞か中金。そうですね。あー、見てなかった。今ボタン押した。中金、これいけんぞ。で、自在線ですし、先行馬が多いんで刺しましょうか。うわ、見てなかった。頑張れ中木、見えてなかった。ダメだこりゃって書いてる。ダメなんですかね、これ中木、中木、中木。いや、明らかに落ちましたよね。これ怪我してない。でも中金、あれ中金かですよね。中金壊れた。さすがに2000が合ってない。短距離の方がいいですね。ジーズリー、さあ、お、めちゃくちゃ尻すきついてるよ。これ G3 勝つんじゃない？で、お任せにしよう。どうだろうか。いい位置だとは思うけど、お任せにしてるから作戦が見えないからな。これで騎手が逃げを選択してて、この位置やったら終わってるけど。あー、いけるだろ。あー、いけるね。いいよ。スムーズ、スムーズ。これ G3 取るぞ、中金。前が詰まってるけど、どうだ？外から行く、外からかわす。行け中金、中金、行け、マジで行け。そのまま、そのまま、中金そのまま、行け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 。すごい強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 い。よっしゃー。中金ダンジャー。マジで重賞取ったぞ中金。よし、あ、勝て中金、勝て中金。よし、行きましょう G2。 あ、でも印めっちゃいいっすよ。で、ショートス。さあ中金、 G2 も取っちゃおうよ。あ、中一周は故障の危険性もある。まあいい、大丈夫、中金やろ、大丈夫。よしよしよし、取っちゃおうよ。さあ、無理していかないよ。いい感じ、いい感じ。中金、それ飛ばしすぎじゃない？逆に別にそこまでいいよ、いいいい、別にその後ろでいいじゃない。そんな、そんな鼻取り合戦したら終わっちゃうよ。さあ逃げちゃおう。いや、強い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 。嘘やん、中金 G2 でこれはすごいぞ。そのまま、そのまま、そのまま、そのまま。中金おめでとう。
マジで G2 勝っちゃったよ。中金強い。ただ怪我だけ心配ってことね。この後報告しなきゃいけない。ありがとうございます。中金強い。あー5000万が一億超えた。こいつよっしゃこれ取ってまえ中金。おえ中金早めに仕事が終わりそうだぞ。マジ？おい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 、もうお任せしよう。的に言わさんでいいのかな。さあ皆様、中金が G1 制覇する可能性があります。一番人気です。乗り方はお任せ。真っ黒な人頼む。いったれ。中金が一番人気とはすごい世界だ。マジ早すぎって。いけ。お任せしてます。どうだ。いやめちゃくちゃいい位置やん。中金頼むよ。永久保存版よこんなん。いやいやいいいいいい、負けてない負けてない。えこれ勝つんじゃね。えこれ勝つんじゃない。中金いけ。いややった、いけいけいけ。中金いけ。そのままマジでいけ。そのまま勝て。勝ち切ってまえ。いけ。やば強い。中金強い。やったダンジャーいや俺すごいことしたんよね。すごいんですよねこれ。やったやった段違いだぜ中金。中金が G1 制覇しました。これリベンジャーズ始まる前に終わっちゃったんだよね。そうですよね。あー中金の名付け親おめでとうございます。おめでとうございます。あーびっくりした。日本競馬暗黒の時代だな。中金が勝つなんて。いや今見ました、強かったっすよ。いや先生も唖然ですよ。まさかと思ったでしょ。中金ですもんね。よく行けたんち企画潰し。いやいや多分おそらくですけど、その閉門までって決めてたってことはそれなりのハードルやったはずなんですよ。おそらく中金が潰したと言ってもいいんですよこれ企画を。すげえなー。うわ嬉しそう。あ僕です。あれ僕です。あのトロフィーを持ってるのは私でございます。いやおめでとう、素晴らしい。やったどうしようこっからそちらで大丈夫ですか、はい、そちらで大丈夫でございますか。わかりました。そしたら中金の子供中金3区で、G1 制覇これに変わります、はい、中金3区で G1 制覇これでいきたいと思います。の、単層のこれでいいよ、うん、中金中金これポケモンみたいに進化じゃねえよな。でん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 で進化しねえよなこれ。おい中金お前 G1 取ってすぐ怪我してんじゃねえよ。終わった中金終わった安田記念買って終わった。うわーやってもだー中金頼むぞ
もうえってダメかー、毛の段違い、ここで引退かな。元気いっぱいのところ申し訳ない。お前はもう限界だよ。悲しそうな顔すんなっておいめちゃくちゃ悲しそうな顔で引退させるんですかって言うなって。めっちゃ悲しそうな顔するやん、口とんがらして本当に言うてるもん、引退させるんですかってごめん、池の団地で、あ、池の団地外引退。よし、おめでとう中金、中金の子だよ。どうぞと言ってから一番最初に言った人の名前にしていきたいと思います。それではどうぞ。デメキン。デメキンデメキンか。まあでもこれルールにはのっとってますんで、こちらデメキンにしたいと思います。あー、おめでとう、2人目だよ中金。デメキンの兄弟が生まれたよ。抜け目てぃよ。わかりました、こちら抜け目てぃよで行かせていただきます。はい、3人目だよ中金、おめでとう。ガキンチョホープで行きましょうか。よし行こう。さあ現在ですね、安田記念、G1 を制した中金という馬の子供たちが一番人気ですね、出走していく状態でございます。さあデメキン見せてもらおうか。現在、中金は引退しております。団地牧場でゆっくりしてます。出遅れたんだ。嘘だ、出遅れたで。いやでもこっからでしょ、上がっていくね。いいねいいね、出遅れても勝つ、それが強い馬ですよ。さあデメキン行っちゃって、出遅れたけどその分、あーいいね、その分、あれあれ大丈夫、いけるいける、いやいやいや、デメキンデメキン差し返せ、デメキンデメキンデメキン、どっちどっち、はい、よし、オーケー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 です、ナイスでございます。ここは通過点、そうですよ、あの出遅れから勝つんでね、まだ可能性は秘めてるんじゃないですか。いっぱいはやめた方がいい、骨折する、あーなるほどね、そう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 、いいね、ちょっとバグ抜けたいかな、ちょっと外から回してもいいんじゃない、いや突き抜けろ突き抜けろ、よしよし、強い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 、 G3 でこの勝ち方強いわ、えぐ、デメキン強、強いわ、よっしゃー、ナイスだよ、違い、これありますよ、今日中に3頭ぐらいの G1 馬出ますよ、頼むよ。まあまあでもやってくれるでしょ、行ってみよう。あ、いいいいじゃない、ちょっと抑えてん、滝さんちょっとそれ行き過ぎやと思うよ、それは暴走してんな、抑え込んだかな、失速ですね、これはダメだ、あーバテてるわ完全に、あーかかっちゃったか、まあ初の G1 でね、ちょっとさすがに、ちなみにこれで勝ったらどうするの、もう一回 G1 を狙いますよ、ただこの正直時間も時間なので、日本ダービーこれデメキン負けた場合抜け目てようでちょっと狙っていこうかなと思っております。その場合はデメキン引退となるレースです、行こう。
どう？デメキン。デメキン、あ、いい、いい、いい。ちょっと調整しながらね。そうそうそう。逃げなくていいんだから。デメキン行け！デメキン！え、デメキン行ってない？え、デメキン行け！デメキン勝て！そのまま、そのまま、うわ、ちょっと待って！デメキン、わー、下がってった！わー、マジかー！勝つと思った一瞬！ダメかー！デメキン！あー、今一瞬夢見た。今のはかなり夢見たよ。あー、ダメか、持たなかったかー。デメキン、お疲れ。デメキン、デメキン、夢をありがとう。抜けてよ、手を。落ちてった。抜け目てよ。いけるやろ、まあ、つしか。いや、これかなり賭けだ。悩んでる暇ないわ。行こう。わかりました。これ かなり賭けです。生まれた一周目。名前を最後につけてください。タイムアタック、タイムアタック、オッケー。ギリギリで、ギリギリにできたからね。オッケー。もう直線や、ちょっと待ってくれや。最後にかけた馬が一番負けとる。一番負けとる。頼む、タイムアタックに一勝、タイムアタックに一勝をお願いします。先行にしたのに後ろにいるぞ。タイムアタック、おかしな話やって。来い来い、タイムアタック、タイムアタック、伸びろって。ダメだ。あと10分ある、あと10分ある。タイムアタックの一生みんなで見届けよう。一番負けとる。なんでや。一生、まず一生。てかこれラストだろ、ほぼほぼ。頼むよ、頼む。タイムアタック、いける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 。そう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 、いい、いい感じ、いい感じ、いい感じよ。頼む、タイムアタック来い、来てくれ。あー、ちょっとちょっと、後ろにいるじゃない。ちょっと待って、どこ行くの。え、本当だ、おっと、びっくりした。違うの見てた。ずっとオレンジ棒なぜか見てた。よかった、ありがとう。タイムアタックおめでとう、一勝。 G1 の時より嬉しい。馬間違えてたけど。よかった、一勝できた。佐々木勝利優勝。いや、もうこれよ、これがもう一番嬉しい。ダチカー、ありがとうございます。もう時間的にもこれで終わりにしましょうかね。タイムアタックの一勝で幕を閉じました。ありがとうございました。朝10時から始めてずっと旅路さんをやってきました。9時間。わ、本当だ、俺10時からだから9時間やってんのか。ダビスタ好きかもしれん、これ。めちゃくちゃ面白いわ。いや、ありがとうございます。いやね、あの G1 目標を今日1日かけて G1 馬を作るって目標は、まあ、達成できましたし、あと全然勝てなかったタイムアタックが最後の最後、未勝利でしたけども、一勝できることができまして本当に面白かったです。あと、ダビスタレオン、今回僕人生で初めてやったんですけども、ここまで奥が深くて、ここまで楽しいゲームとは知らなくて、スイッチのバージョン、スイッチ版があるということなんで、スイッチからまず買います。そしてスイッチ版やります。これだけ面白いゲームということなので、ぜひともね、スーファミ家にまだあるんじゃないかってこそこそって出してみてやるのもよし、スイッチ版を買ってやるのもよし、ぜひとも皆様ダビスタレオンやってみてください。今日ね、見に来ていただいた方も本当にありがとうございました。あ、ありがとうございます。ありがとうございますね。
まだまだ、これからサガリベンジャーズでも、頑張っていきますし、でサガリベンジャーズの方でも鉄道さんであったり雪乃ちゃんだったり、総長隊長たちが、サガ競馬で奮闘しておりますので、これからも末永くよろしくお願いします。ダビスタもサガリベもよろしくお願いいたします。締めのこれで分かりました。それでは今日一日ありがとうございました。お疲れ様でした。バンジャー、ありがとうございました。もう一回やらせてください。これもう一回やらせて、この企画お願いいたします。ありがとうございました。